グラフィークプレゼンス。音楽でシティグラフィティ、A. O. R. チャンネルのご視聴ありがとうございます。A. O. R. シンガーソングライターの川口です。この音楽でダベローは、一つのアーティストを深掘りしていく入門動画とは別に。 ライトにかつ幅広くそれでいてディープにマニアックに音楽の魅力を伝えていくことを目的とした企画です私川口が直近に聞いた音楽や音楽に触れていて感じたことを10分20分程度食べる内容となっておりますラジオのように聞くことができますので何かのお供に片手間でお聴きいただけますと幸いです 本日はクイーン名盤2大巨頭対決というテーマでだべっていきたいと思います、えー、クイーン、えー、世界的なロックバンドですよね、えー、のクイーンの中でも特に代表作として挙げられることの多い70年代に発表された「えー、オペラ座のよにそして「華麗なるレース」というこの2枚についてだべっていきたいと思います本題の前にお知らせをさせてください作品とライブのお知らせです まずは私が取り組んでいるジャンル AOR の話題作りとして取り組んでいる企画「大人の童謡シリーズ」をこのチャンネル内で絶賛公開中です。この企画は誰もが知る童謡をバキバキの AOR やファンクナンバーにアレンジしていくという企画です。ただおしゃれにアレンジをするだけではなく場合によっては A メロやサビをつけてポップスとして消化させたものを投稿していっております。 また、えー、音楽だけでなく映像にもこだわっておりまして、ただ演奏の様子を映すのではなく、合成技術を使って PV、プロモーションビデオのような仕上がりをした映像を投稿していっております。えー、こちら、音楽以上に映像もご,ご,ご好評いただけたりしておりますので、ぜひチェックしてみていただけますと幸いです。えー 最新作は、もうこちら1年前に発表した作品にはなってしまうのですが、メリーさんの羊、メーリーさんの羊ですね。えー、あちらを、えー、アースウィンランドファイヤーというファンクバンド風にアレンジした、キャントレットメリーさんの羊号というものが、えー、あります、えー。こちらおしゃれファンクというか、ダンサブルなナンバーに仕上がっておりますので、えー、ぜひご覧いただけますと幸いです。えー、また、この動画をご覧いただいている方はこう、クイーンがお好きだという方も多いと思うんですけど、えー、クイーンの をし、えー、した作品もございまして、えー、ハッピーバースデー、えー、というものをあのハッピーバースデーーユーですね、えー、あれをちょっとこう山下達郎さんの AOR にし山下達郎さん風 AOR に仕上げているが途中こうコーラスっぽいクイーンをめちゃくちゃ入れたりとか、えーまあ、そんなようなちょっとクイーンっぽさ、えー、を入れた仕上がりの作品もございますのでぜひご覧いただけますと幸いです 動画最後のリンクまたは動画概要欄の方からご視聴いただけますのでぜひこのラジオが終わった後にでもご覧いただけますと幸いです2つ目がライブのお知らせになります2024年3月30日土曜日 四ツ谷にあるサウンドクリークドッポというお店でシティグラフィティ主催のエリック・クラプトントリビュートライブライディング・ウィズ・ザ・キングというイベントを行いますこちらはシティグラフィティのワンマンライブという形になるのですが、えー、前半がシティグラフィティのオリジナル AOR をお届けするステージ 後半がエリック・クラプトン・トリビュート・ライブということで、まあ、エリック・クラプトンの名曲はもちろん彼がやっていたカバーしていたブルースナンバーなどもお届けするというようなそういうようなステージになっております。 私がですね、実は3月30日が誕生日になるんですが、3月30日はエリック・クラプトンの誕生日でもあるんですね。で、私はもともとエリック・クラプトンが大好きで、ギターも歌もすごく影響を受けておりますので、まあ、ちょっとこの3月30日誕生日当日に、えー、トリベットライブをやろうというふうに思いまして、企画したものでございます。実はこのライ、あのライディング・ウィザー・ブルースという、 えー、クラプトントリビュートライブ自体は、えー、もう4回目ぐらいとかになってくるんですが、まあ、ちょっとここ23年はコロナの影響などもあって開催できていなかったんですが久々の開催ということで、えー、やらせていただきます。 私、川口が、えー、ギターをバキバキと弾き倒していきますので、ぜひご興味ある方はお越しいただけますと幸いです。えー、こちらもイベントの詳細は概要欄の方に記載しておきます。ご予約は私のツイッターの方で、えー、コメントなり DM なりをいただけますと、えー、お店の方にと連携して予約、お席をお取りしておきますので、ご興味ある方はぜひお気軽にご連絡ください。 えー、というわけで本題に入ってまいります。えー、本日はクイーンメーパン二大共闘対決ということで食べてまいります。えー、先ほど申したとおり、えーまあ、クイーンはね、もう世界的ロックバンドで、もう,、まあ、もう今はね、クイーンプラスアダム・ランバートという形で、まあ、また別のメンバーで活動はしてはいるんですが、えー、数年前ですね、えー、6年前ぐらいですかね、えー、あのボヘミアン・ラプソディという映画、 5年前ぐらいまあいいや、えー、が世界的に大ヒットして、再度クイーンブームが起きたわけなんですけど、まあ本当、えー、活動停止してから20年ぐらい経ってもなお、20年以上か、30年ぐらい経ってもなお、こう、たびたびブームを巻き起こすという、えー、すごいバンドなわけです。で、私も本当、軽音楽に対して、軽音楽の入り口となったのがクイーンだったんですよね。えー、もう本当、高校の時から、 聞いておりましたしたもうあのアルバムは全部持っておりますし、えー、まあブートレグとかもね聴、えー、いちゃうぐらい、えー、大ファンですでこのチャンネルでも何度か取り上げているしまたその先ほど申した大人の童謡の中でもこうやっぱクイーンっぽくいアレンジをする瞬間っていうのが多々見られているんですけど、まあ、そのぐらい私にとっても、えー、ルーツとなっているアーティストでございます でこのクイーンなんですがほ、まあ、本当アルバムが15枚20枚ぐらいあるバンドなわけなんですけど、まあ、その中でもやっぱこう最高傑作は何だみたいな話がよく出てきてでその中で頻繁に 長上がる作品が「オペラ座の夜」という作品と「華麗なるレース」という作品があります。で、まあ、この2作はですね、こまあ、クイーンマナーが最大限に発揮された作品であるということ、あとはジャケットが似た構図でありつつ、また白と黒っていうその、まあ、この白と黒っていう対比っていうのはその、クイーン2というまあ2枚目のアルバムで行われた演出だったんですけど、まあ、それを思わせるような対比が、この2作。 ふ2組ならオペラザ・ノイルとカレなるレースの方でも使われているっていうところからもこうやっぱ兄弟版として位置づけられている2作品なわけです。でこの2作品ですね、まあ、ちょっとあのオペラザ・ノイルがフォ,ースフォースアルバムでカレなるレースがフィフスアルバム、まあ、4枚目と5枚目になるんですけど、えーまあ、ここの4枚目と5枚目 根本の性質も似てはいるんですけどアルバム全体の作りは全く違っているんじゃないかなってまあ全くして言うと変なんですけどアルバム全体の作りは結構異なっているというふうな印象です、まあ、ちょっとなんかそういった何が違ってて何が共通点なのかみたいなお話をしていきたいと思いますでまず私はですねこの オペラザ・ネールと華麗なるレース、どっちが好きかっていう話になったときも圧倒的に華麗なるレースの方が好きなんですよね。で、たびたびクイーンの最高傑作として挙げているんですが、えー、基本的には、まあよよ、世の中一般的にはってんですかね、は、あのオペラザ・ネールの方が最高傑作として挙げられることが多いのではないかなと思っております。まあ、あの、オペラザ・ネールの方がこうバラエティに富んだ印象ですし、特に B 面のこうね重厚すぎるサウンドを立て続けに出していった上で,で最後の最後に「ボヘミアン・ラプソディ」という世紀の大名曲をね持ってきてでさらにさらにこう締めにねこうクイーンらしい音でアレンジしたまあイギリス国歌の「ゴッド・セイブ・ザ・クイーン」という風なのを持ってくるこの流れとかはもう本当に誰にも真似できない圧倒的な感動があるわけですよね。 もうやっぱり結局クイーンはなんかボヘミアン・ラプソディーとオペラ座の夜に主役されるとやはり思っておりますねあのねボヘミアン・ラプソディーっていうネーミングからしてめちゃくちゃセンスいいですよね自由人の競争史、競争曲か、えー、っていう風なタイトルなわけなんですけどまあそういうちょっとこうなんか不思議なタイトルでありつつまあ実際曲もねな頭の中どうなってるのみたいな構成じゃないですかでそれでいてのがちゃんとキャッチーな曲っていう のをね最後に持ってくると。で、なおかつそのゴッドセイブザクイーンというのもね、すごいですよね。国家にクイーンってついてるからね、神のご覚悟がありますみたいな、バンドを守ってますみたいな、そんな表現をねど、最後に持ってきちゃうっていうのもすごいですよね。まあまあまあ、結局、このオペラ座の夜というものに集約されるのではないかと思っております。で、まあ、その次の彼なるレース、5枚目のアルバムになるんですけど、これはよくね、えー、オペラ座の夜の要素を濃縮させたもの。 的な言い方をでまあ実際何ていうんですか全体の構成はもちろんなんですけど一曲一曲にその花がある印象なんですよねこっちの華麗なるレースの方が。 でオペラ・ゾナイルっていうのは小品的な曲も多いんですけど彼なるレースはもう一曲一曲がシングルカットされていてもおかしくないような仕上がりをしていると、まあ、ポップソングとして一曲のクオリティが圧倒的に高いというそんな印象を受けておりますでまあまあまあよく言う話にはなってきてしまうんですがあのなんかよく私作品レビューをするときに衝動があるとか言ったりすると思うんですけど あの言ってるんですけど <laughs> あのー、オペラ座の夜には衝動華麗なるレースには演じ組みがあるのかなと感じておりますでオペラ座の夜はまあ湧いたアイディアをそのまんま残したようなえよく言うと純度が高い悪く言うと寝られていないとまあそんなような印象があるわけですでなんですけどまあただ寝られていなくてもアイディアそのものがもう異次元のものだからだからまあまあ大して寝ってなくてもものすごい説得力があると で、まあそのこのアイディアを細かいこと考えずにそのまま残してドーン残しましたみたいな、なんかそんなような印象が、そこがやっぱ衝動的に見えるんですよね。である意味、やっぱロックの姿勢というか、まあ、その衝動という意味ではね、なのかなと思います。で、まあその意味、そういったアイディアそのままいじらずに形にしましたみたいな、そういう意味では、なんかオペラ座の夜っていうのは、まあほんとアイデ,ィア,のア,イディアの素材の味をそのまま楽しむ、なんか、 なんですかねストレートウイスキーというかね、そんなような作品なのかなと思っているんですけど、この素材そのままっていうのがバラエティの豊富さにつながったんじゃないかなと思っております。まあ要は、別々のじゃなんかアイディアをそのままドンって入れたんで、その統一させよう同じ形にさせないまま入れたので、まあそれって結局バラエティになるわけですよね。まあい バラエティって結局物は言い,いようなのでその統一されてないものをバラエティというのか、えー、統一がないというのかっていうそういう話なので。でまあ、とはいえ音像の個性でちゃんと統一はしてるし、まあ、あとやっぱ組曲のようにね、えー、こう立て続けに流すっていうことも相まってやっぱまとまっては聞こえてくるんですよね。 えーまあ、ただ同時にどこか小品的な印象もあるというわけです。まあ、それが繰り返しにはなってしまうんですがバラエティーに富んでいるという表現になるのかなと思っております。で最もこの小品的な印象っていうのは、まあ、オペラを意識した結果こうなったのかなっていう気もしてはいるんですけどね。まあ、最も あのオペラ座の夜も後半は本当対策揃いだとは思うんですけどボヘミアン・ラプソディーは言わ,言わずもがなですしあの預言者の歌はプロフェッツ・ソングでしたっけ、えー、からその「ラブ・オブ・マイ・ライフ」っていうバラードに流れていくとああいうのあたりの、ね、こう構成とか本当に圧巻だと思いますしでもちろんあの締めの ゴットセブ・ザ、ね・クイーンというギターオーケストレーションの国歌は短くはあるんですけどやっぱこう壮大なアレンジと相まってこうやっぱ圧倒するっていう言葉がぴったりな仕上がりなのかなと思っておりますだからまあそういうのもあってなんか対策的な印象があるのかなとも思っておりますでまあまあまあとはいえ繰り返しにはなってしまうんですけど見方を変えるといろいろなものを切って貼って貼ったような仕上がりでもあるのかなと思っておりますであ悪く言うとね よく言うとバラエティに富んでいるとで一方で「華麗なるレース」の方はまあ個人的な印象なんですけどまあ湧いたアイディアをちゃんとバンドの音楽にまで落とし込んだ印象なんですよねまあ結果こう一曲として完結しているしちゃんとこうロックバンドの曲としての自我を感じると、えー、まあそんなような仕上がりをしている印象ですでまあだしやっぱそのバンド感ある曲一曲一曲完成された曲が詰め合わされていて だからまあまあまっまあまあまあなあまあまんまあ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 ていまあ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 まいまあっあま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 あのあま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 あなあまあなあまあまあままあま いやもちろんねあ,のあからさまにすごいことやってるんですけどすごいアイディアが詰め込まれてるんですけどなんかそれをナチュラルに曲の一部として昇華させているからだからまあ曲の親しみやすさの印象が残ると先にのくると、えー、です。まあオペラ座の夜をねさっきストレートウイスキーみたいなの例えたんですけどそれならばこっちの。 あの華麗なななレースののの方はカクテルみたいなものなのかなと思っております、まあやっぱいろんな要素をこうごちゃごちゃに混ぜごちゃごちゃに混ぜって言ってなんか表現カクテルに似つかわしくないんですけど <laughs> まあ混ぜて提供しているとでか飲み方もね、えー、ウイスキーストレートウイスキーってやっぱこう一口でグッと飲んであの鼻に抜ける香りを楽しむみたいなそういう感じだと思うんですけどカクテルってまあ一口で 鼻に抜ける香りを楽しむっていうよりかはこう数回に分けて残り香をじっくり楽しむ中でこうなんかベースのお酒とかいろいろな素材を楽しむっていうそういう飲み物なのかなと思っているんですけどまあそれに似ているんじゃないのかなと思っております。でまあとはいえあくまで「オペラ座の夜で」で試したことをベースにあの華麗なるレースを作っているっていうところもあって。 まあこの前作での成功をちゃんと次の次元に昇華させているっていうあたりとかそこら辺にやっぱバンドの実力とかあとちゃんとこうなんですかね、ま、全く同じことは2回もできないっていうそういうバンドとしてのプライドが現れているような気もしていてまあなんかそういったところも面白いのかなと思っております <laughs>。 でまあ、あとは、そうですね、個人的な印象ではありつつ、まあ、実際そうじゃないかと思っているのが、あの演奏も華麗なるレースの方がエネルギーに満ちている印象なんですよね。まあ、もちろん、1作分、ね、1年間空いてるから、あのライブとかも積み重ねて、実際うまくなったと思うんですけど、まあ、あのフレディの歌とかもね、特に顕著だと思うんですよね。単純にうまくなっているし、こうより伸び伸び歌っている印象なんですよね。 『A 面』の3曲目だか4曲目ぐらいにこうジョン・ディーコンの「U&I」っていう曲とかがあるんですけどもうこの時点で過去最高の仕上がりだと思います曲としてねジョン・ディーコンの作曲能力としてもこの時点で最高の仕上がりだと思うしなんかその仕上がりに応えるように歌もバンドの演奏もすごくみずみずしくてエネルギーに満ちてるんですよねほんとこの曲個人的にはこうクイーンの好きな曲トップ10とかに必ず入るぐらいの 個人的なに大好きな曲でありますで、まああとはやはり「サンバディ・トゥ・ラブ」ですかね「愛に全てを、えー」これはもう本当個人的にはフリーディー・マキュリーはこの曲に尽きるんじゃないかなと 思っておりますボヘミアン・ラプソディ以上になんかフリディ・マーキュリー個人っていう点ではこのサンバディ・トゥ・ラブの方がぴったりなのかなとか思っているんですけどどうでしょうかあのテクニック的にも感情的にも本当に素晴らしい歌唱だと思っておりましてですねまああのよく練習してるんですけど何回歌ってもやっぱこのねニュアンスとか出せないんですよねほんと素晴らしいですキーも高いですしね音域行ったり来たりするし意味不明な歌です美しいんですけどええー、とまあ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 とまあとまあ 演奏も素晴らしいと。というわけで、まあ、個人的にはこの「華麗なるレースがクイーンの最高傑作に位置づけたい作品ではあるなと、そういう考えでおります。まあ、強いて言うなら、やっぱあれですかね、その「ブヘミアン・ラプソディ」みたいな歴史を変えてしまうレベルの曲がないっていうことぐらいですかね。もうめ本当名曲尽くしではあるんですけど、あの衝撃を超えるものはやっぱないですよね。 うんボヘミアン・ラプソディー、ね、ちょっと話取れるんですけどあのクイーン、私のクイーンの入り口があのグレイティスト・ヒッツだったんですけど、あのなんいうの黒いジャケットの,あのメンバーが4人映ってるやつですね。でグレイティスト・ヒッツの,その1曲目がボヘミアン・ラプソディーなんですよね。でその次、アナザー・バイツア・ダストみたいな流れなんですけど、で3曲目がキラー・クイーンとかだったかな。でね、もうなんか冒頭にボヘミアン・ラプソディー っていいううのででもすすごいですよね本 <laughs> 当あ,あのクイーンのグレイティストヒッツが僕のをそういうなんか軽音に傾倒させるきっかけになったあの作品だったんですけどまあその意味で「ボヘミアン・ラプソディ」は本当その筆頭だったわけですね。まあい,いや まあなんていうんうですかねこうバンドにとって一番価値がある作品が「オペラ座の夜」でバンドの実力が一番発揮されたのが「華麗なるレース」っていった印象ではありますが皆さんはどうでしょうかちょっとここはねどっちが好きかみたいなあの話でえよくクイーンファンの間では話題に上がることが多いんですがぜひ皆さんの意見もコメントいただけますと幸いです。 いやなんかこんなことだべっているとね、また改めて聞きたくなってきますねもう。もき一昨おとといと連日聞いてるのに、やっぱ改めて聞きたくなってくるものです。なんか今夜あたりもまた聞いてるんじゃないかなと思うんですけど。というわけでも、本当、クイーンはやっぱ素晴らしいと、そしてこの華麗なるレースを、ペラ座の夜、どちらも素晴らしいと、そういうお話でした。それではえ次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。